お疲れ様です。どうも。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。今日はちょっと芸人いたんということで東京までやってきました。ありがとうございます。お願いします。ちょっとですね、芸人いたとしてユンボダンポのお二人に出演していただくんですけども、はい、視聴者の方にどういった方かっていうのをちょっと伝えるためにですね、はい、1個だけネタしていただいてもいいですか。なるほど、わかりました。はい、まるで鏡のような水面に雨の雫が一滴落ちる音。参ります。うん、気持ちよし。今回どういった感じなんですか。あ、今回はですね、はい、福岡の大和自動車さんというタクシー会社さんからの依頼なんですけれども、お二人は車の運転はどうですか。まあ僕は免許はあるんですけど、うん、もうペーパーでも全然乗らないです。そうなんですね。まあ僕はまあやらしい話結構自信ありますで。ああ、じゃあ藤原さん行きましょうか。どういうことですか。福岡に。はい。今回ですね、はい、大和自動車さんからタクシードライバーになるために必要な第二種免許というのがあるんですけど、はい、それがちょっと世間的には取るのが難しいというイメージがついてるんですね。それを芸人さんでも誰でも取れるというイメージをつけたいので PR したいということで、なので取っていただきます。僕は行って取るっていうことですか。いや無理、そんなスッと行って簡単に取れるんですか。そうなんです、実は簡単で1週間で取れるらしいです、いや無理よ。逆に言えば、落ちたらあかんっていうことでしょ。そうですね、だから落ちたら芸人を引退してもらいます。絶対無理に決まってるやん。僕もコンビ解散から、そうです、ね、僕らの人生かかってしまうんですか。そうです、俺引き逃したらあかんよ。それはプレッシャーに弱いから俺。藤原じゃあ怖、こんな企画が来る。いや、あかん。でもですね、免許の費用は、大和自動車さん持ちということで。福岡出してくれるんですか。はい、だから今から1週間福岡に泊まり込みで行きましょう。今から。はい。いや無理よ。ちょっと急よ。もう時間ないんで、新幹線出るんで。席取ったん。取ってます。いや、やばいやつらやん。もうやめてよ。俺何も持ってきてないから。窓際の席取ってます。窓際ありがとうございます。はい、ならないですよ。絶対落ちることできないから。はい。絶対や。まあでも。じゃあ頑張ってきてくれ。いや、うん、あ、ちょっと羨ましそうな顔してる。これからチャーハン食べに行く。何やこいつ、うん、はい、チャーハンは出すよ。チャーハン出し上げるか。いったい箸はチャーハン。いやそれで納得しない。免許取得できました。絶対や。取ってる、取ってる。ちょっと、はい、あかん、これはあかん。こんな、なんや、いや、あいつなんやねん。ちょっと荷物取らせてください。荷物最悪や。そのままの格好で来たんですね。いや、あんたが言うたんでしょ。で、急なんすよ。前もって言ってくれたらいいんじゃないですか。運転の練習はしてきたんですか。いや、できるわけないでしょ。なんなんこれ。で、どういうことこれ。で、さっき言われてすぐ来たんすよ。いや、それ前もって言ってくれてたら僕練習もできてたし。さあ、福岡県南区にあります野間教習所に到着しました。東京からめちゃくちゃ遠ないですか。そうですね。いや、そうですね、じゃなくて。あと、はい、二人慣れですか。この方はですね、一緒に免許を取得される龍之介さんと平岩さんです。あ、一緒に免許を取るんですか。そうです。あ、めちゃくちゃ心強いじゃないですか。え、じゃあ仲間じゃないですか。じゃあ、なんてお呼びしたらいいですか。あだ名とかはないですか。じゃあ僕はトミーって呼ばれてます。トミー酒とみなんで、トミー。トミー、ね、あー、はい、じゃあ、なんてお呼びしたら。僕は友達からボブって呼ばれてます。いや、もう変な二人じゃないですか。ボブはなぜボブなの。大学の時からみんなから呼ばれてて、でも本名とは一切かぶってないで。変なのにボブな。見た目のボブ感で、ボブと。はい、みんなそう言ってますね。仲良くなるために、ちょっとトミーとボブって呼んでもいいですか。はい、なんて呼ばれたいですか。僕、逆になんでもいいですよ、ほんまに。藤原なんか龍之介さんもブーヤンとかでもいいですし、あの藤原さんで。いやいや、通り感じる。壁を感じました。ボブさんにも聞いてみたい。僕なんて
呼びます。最初は藤原さんでいいよ。俺仲良くできないよ、多分。一週間後にはもう皆さんが免許取得されて、もう抱き合うぐらいの関係性になります。ね、こっからね、だから3人助け合いながら免許を取得まで頑張りましょうよ。ちなみにお二人は運転とか普段されるんですか？トミーは。僕は、毎日通勤で40分ぐらい車運転してるんで、結構この中だと自信ある方だと。バッチリですね、じゃあ。じゃあ、僕は。僕は普段運転しないんで、今日めちゃめちゃ不安です。やばいっすや。名前もやばいし、運転経験も浅かった。でもそういう浅い方が簡単に取れたりするよっていうのをね、そうです、アピールしようという企画ではありますから、頑張って取りましょうね。はい。はいはい、では今からですね、ご担当者の方に会いに行きますんで、早速、野間教習所さんに入っていきましょう。じゃあ、入りましょうか。じゃあこちら、入り口が入っていきましょう。こちらになります。はい、いや、中入ってきましたけども、これからどうするんですか？ですね、はい、教習所の先生である曽根さんにご登場いただきました。あ、よろしくお願いします。おはようございます。朝早くからご苦労様です。いやいや、ありがとうございます。いやね、僕たち3人がね、気になってると思うんですけども、1週間で2種免許って取れるんですかね？大丈夫です。しっかりと僕がサポートしますんで、あ、よろしくお願いします。あとはですね、はい、ボブとかは運転を普段してなくて、はい、そういう方でも取れるのかなっていうの。逆にね、変な癖がついてなくてね、はい、やりやすいかもしれない。あ、そういう方でも全然取れるという。取れます。うちはですね、もう60年の歴史がありまして、2種免許とか取り直しの方を中心にやってます。はい、ノウハウはございますんで、しっかりとサポートできると自信を持ってお勧めします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。お願いします。1週間のスケジュールは、週間のスケジュールはまず今日は本校の方でですね、講習をみっちりさせていただきますんでね、はいはい、で明日から、実際の試験コースがございますね、はい、筑豊の方に移動してもらって3日間みっちり運転技能の方をね、習得してもらいます、はい、で、最終日にまたこちらの方に戻ってきてもらって、最後の講習がございます、その後、もう2日間休みを挟んで月曜日からね、はい、本番に臨んでもらう、こういう流れになってます。たったそれだけで免許を取得まで、はい、大丈夫です。2種免許ってすごく難しいイメージがあると思うんですよね。確かに、うん、でもね、基本がちゃんとできればね、誰でも取れるということはね、今までの実績から、分かりますんで、普通よっぽどのことがなければ、そうですね、普通に授業を受けて運転すれば落ちない、はい、ということですね。まあそう考えていいと思います。安心しました。ちょっと自分とかは毎日、はい、通勤で運転を1時間半ぐらいしてるんですけど、はい、合計でそういう人が気をつけることとかってあります？まあそうですね、普段運転をよくされている方は逆に変な癖がついてると思うんでね、はい、その癖を私が指摘をしますんでね、はい、それをしっかりと直してもらうと。分かりました。基本に戻ってもらうと。大丈夫です。なんか変な運転の仕方とか、はい、まだ逆手でこうやるとか、そうです、はい、トリッキーな運転はしてない。大丈夫です。大丈夫です。はい、あ、じゃあ大丈夫です。あ、でも安心しましたね、これで。はい、1週間頑張りましょう。はい。お願いします。はい、よろしくお願いします。大丈夫、ボブ。落ち着いて。あ、おぉ。何が出てくるかわからない。すいません。あ、お、お